こんにちは、河野ゆきえです。今回は、ハンドメイド作家は無料ブログではなく自分のブログを持った方が収益が安定するについてご紹介をします。で、無料ブログっていうのは、ハテナブログとか、あとアメブロとかそういうもので、URL をクリックすると HTTP が出てくるんですけど、その隣にハテナとかアメブロとか無料ブログの名前が入っているものです。自分のブログっていうのは、その HTTP の隣に自分が作った名前が入っているんですよね。私のスクールのサイトは HTTP ゆきえフリーリっていう風になってます。この動画を見ることで、なぜハンドメイドサッカーは自分のブログを持つと収益が安定するのかっていうことを分かっていただけます。これはハンドメイドサッカーの方はもちろんなんですけど、これからハンドメイドサッカーになろうという方にもお役立ていただけますので、ぜひ最後までご覧ください。では今回は自分のサイトを持つ重要性、収益を安定させる方法、自分のサイトを作る方法、この順番でご紹介をしていきます。それでは自分のサイトを持つ重要性についてお話ししていきます。まず皆さん何かを調べるとき、例えば T シャツの作り方を調べるとき、どういう風に調べますか？多くの方がまず Yahoo とか Google とかで T シャツスペース作り方検索って言って検索すると思うんですよね。そしてその Google、Yahoo でトップページに載ってきたサイトをクリックをしてどんどん検索していくと思います。で、1ページ目見ていいのがなかったら2ページ目でもいいのがなかったら3ページ目っていう風に進んでいくと思うんですけども、この自分のサイトを作るとこの Google 検索の1ページ目に載りやすくなるんです。この1ページに載るためには何か対策をしないといけないんですけども、この対策を SEO 対策と言います。SEO 対策ってすごく重要なので覚えておいてください。SEO 対策をして自分のサイトがトップページに載るとどういう影響があるのかということを私のサイトを例えにご紹介させていただきます。私はハンドメイド作家になる前から自分のサイトを作って作り方なんかを発信しておりました。で、一時期 SEO 対策を取ることが趣味になっていて、ものすごく頑張った時期があるんですけど、まあ、おかげでいろんな記事がトップページに載るようになっております。で、一番影響があったのがねずこコスプレですね。私の作品で一番人気の羽織と着物一体型になったねずこコスプレがあるんですけども、ねずこ型紙、ねずこ作り方で検索するとトップページに載ってきます。この大人気の鬼滅の刃のねずこでこのトップページに載ることができたのは本当すごいことだなって自分自身で思っているんですけども、これがトップページに載ることでハロウィンの時期が一番すごかったんですけど、1日で1万人以上の方に訪問していただくことができるサイトに育て上げることができました。ハンドメイド作家で活動していこうと思った時に、そのねずこのコスプレの作り方をプレゼントしますよという形で、その自分のサイトに公式 LINE のね URL を貼り付けたところ、1ヶ月で100人以上の方に登録していただくことができたっていう感じになってます。ではこの自分のサイトで安定した収入につなげられる方法はどういうことかっていうと、私のように公式 LINE を貼り付けて公式 LINE から販売してもいいですし、ミネとかクリマとかそういうものを貼り付けてそこから購入していただくという形をとってもいいですし、そのブログに多くのお客様が訪問してくださることによって自分の商品を買いたいという方は絶対にいるんですよね。そういう方に購入していただけるということになります。このブログのいいところはもうずっと残り続けていくんです。1年後2年後3年後の記事も読んでもらえるんですね。そのファン化できるちゃんとブログに育て上げることができていれば、勝手にファンになってもらって買ってくれて、そしてリピーターになっていただけるということになります。リピーターで何ぞやというふうに思われた方はリピーターの重要性についてお話ししている動画もあるので概要欄に貼っております。こちらの方もご覧ください。なので SEO 対策をとって自分のブログが上位表示されるようにして、そしてかつ自分のファン作りができるようなブログに仕上げておくと、勝手にお客様を呼んできてくれて勝手にリピーターさんに育ててくれるって、こういう素晴らしい一連の流れができるわけなんですよね。でもこれって1記事2記事書いてすぐにトップページに載るかっていうと、そういうわけではなくて、まず何個もいい記事を書いて Google さんに私のサイトは Google のトップページに載っても恥じないサイトだよっていうことをしっかりと理解してもらう必要があるんですよね。なのでハンドメイド作家になる前から自分のサイトを育て上げておくと、ハンドメイド作家になった時にもうすぐにお客様が来るような状態にすることも可能なんです。これがもう自分のサイトを作る最大のメリットでございます。自分のサイトを持つ方法として2つご紹介をします。1つ目は冒頭にお伝えをした無料ブログのハテナブログですね。ハテナブログの有料会員になると自分のサイトを作ることができます。これ簡単に作れるのでおすすめなんですけども、もう1つ目のワードプレスの方が SEO 対策に向いているので、こちらの方を主におすすめしております。ハテナブログはハテナブログの中に自分のサイトを作るという感じなんですけども、イメージ的に言うとマンションを買うみたいな。で、ワードプレスは
もう一軒家を建てるみたいな、そういうイメージを持っていただければと思うんですけども、そのワールドプレスというツールを使って自分のサイトを作ることで SEO 対策がしやすくなってくるんですね。多くのブロガーさんたちもワードプレスを使っているんですけども、ワードプレスは自分で全てをしないといけないんで、ハードルがものすごく高いっていうのがデメリットなんですよね。でも私はこのワードプレスをね、皆さんに使ってもらって、多くの方にこの安定した収入っていうのを得ていただきたいので、ちょっとね、ご提案をさせていただきます。ワードプレスやってみたいけど、自分でやるのは難しいわという方のために、ワードプレス解説のお手伝い。そして、ワードプレスはね、カスタムをして自分の世界観を出すということが得意なんですけども、カスタム方法のお手伝い。そして、SEO 対策の伝授。これらの3つで、ハンドメイド作家として、安定した収入を得るお手伝いをさせていただこうというふうに思っています。詳しいサポートにつきましては、概要欄載せておりますので、そちらをご覧ください。ぜひね、この自分のサイトを作って、SEO 対策をしっかりとして、ファンができるブログに育て上げて、自動的にお客様を呼んで、リピーターを育て上げるという、この一連の仕組みを作って、ハンドメイド作家としてね、活躍していただきたいなというふうに思っております。最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。